はい、皆さん、こんにちは。3月の8日、月曜日。これからね、しばらく、YouTube 活動の方を、休ませていただきます。事情を知っている方は、分かっていると思うんですけども、うちのね、娘、チャトラ一家の、チャコちゃんがね、腎不全の疑いがありまして、2つ腎臓があって、片一方がね、すごい小さいんですよ。で、今日初めてね、エコーを見て、あ、ほんまに小さいなと思って、すごい小さかったですよ。それは生まれつきなのか、途中でなったのか、それはちょっとわかんないですけども、先生もそういうふうな感じで言ってました。で、片一方の腎臓がね、あるんですけど、形もちょっと崩れていて、で、腎臓の周りにね、影がすごい映ってたんですよ。で、今のところ先生がその原因が何か自分なのか分からへんから、いうことになって。で、今、結果待ちなんですけど、で、この数値がね、こうあるんですけど、ね、それにいろいろ書いてあって、ちょっと度忘れしましたけど、何だっけ、クレアチニンっていうのがすごい数値が大きいんですよね。ほんで、16点なんぼかな。かなりの脅威の数字を出してるんで。それで、原因として考えられるのは、ストレスもありますし、いろんなことがあったみたいなんでね。で、2、3日前から、ちょっと黄色い嘔吐をしまして、で、これはただごとではないなと思って、餌も食べへんし。で、昨日の晩ね、帰ってレトルトの、いつもね、ロイカノをあげてるんですけども、それも食べられへんの状態やから、レトルトのやつをちょっとあげたんですね。なら、どうにかちょっとだけね、気持ち食べてくれて安心しとったんですよ。で、呼吸かって別に体でぜい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 やってるような状態ちゃうかったんで、で、表情はちょっと楽なんかなと思ってたんですよ。で、一応、医者に連れて行かなあかんので、で、夜中に予約を入れまして、今日行ってきたんですけど、すごい、そういう結果で。で、生存確率が20%、先生が言うたんですけど。で、病室の中でね、俺とパートナーが、先生がどうされますかと言われまして、0%じゃないねんから、それに託してみよう。お二人で泣きながらね、先生に託したわけです。で、今はチャコはね、動物病院で、戦ってます。小さい体でね。それで、そのチャコのことがちょっと落ち着くまで、しばらくね、活動を休ませていただきます。いざ、自分とこの一緒に暮らしてるね、子たちがそういうふうになると、こないなせるもんかと改めて思いましたし、で、先生から数字を聞かされた時、すごいリアリティがあって、こんなに数字の重さってあんのかと思うぐらいのリアリティでした。俺にとってみればすごい衝撃でした。で、いつもならね、皆さんで一緒に過ごされてるね、ワンちゃん猫ちゃんとかが、大変な時になった時に、いつも俺はね、皆さんのところに励ましのメッセージとか、頑張れよって、エールを送ってきました。今度はね、自分がそういうふうな立場に、なりまして、初めてその今まで応援した人たちの気持ちが、分かったような気がします。自分ではね、その
他の人たちのね、ワンちゃん、猫ちゃんとか応援行った時もそれはもう真剣にね、頑張ってくれよって感じでやっぱ送ったりとか、励ましのメッセージも自分で送ったつもりで言ってました。まさかね、自分のにゃんこもね、まあ分かってましたけどね、動物を飼うっていうことは、もうその道は絶対避けられへんことなんでね、ゆくゆく分かってましたけど、いざこういうことになってみれば、すごい焦りもするし、心配もするし、初めて、他の方たちのね、気持ちを肌で感じた一日になりました。で、まあね、皆さんのね、よかったら、うちのチャコにね、パワーをいただけたらありがたいかなと思います。もうね、いろいろことしかできないんで、俺たちはね、もう専門のことはもうお医者さんに託すしかないんでね、あとはもうね、ただただ祈るだけでございます。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。で、またね、チャコのことがちょっと落ち着きましたら、また YouTube の方もね、活動させていただきますので、まあこんなチャンネルですけど、よかったらこれからもよろしくお願いします。まあね、0% じゃないので、チャコの生命力にかけて、俺はこれからね、やっていきたいと思います。またね、復活した時皆さん、よろしくお願いします。3月8日、月曜日、今後の YouTube 活動について語らせていただきました。ただただ、チャコが元気になって帰ってくることを祈るだけでございます。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。動画見てくれた方、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。以上です。